僕たちはカレーの大好きな3人組です。はい、3人揃ってタンドリーズです。今回我々タンドリーズの3人がお邪魔したのは神田の本格南インド料理スパイスボックスさん。そこで出会ったのは器具職人だというこちらの方です。中央線は国分寺の東本町からやってきました、はい、ガマカツオジュンと申します。ガマカツオジュンです。ジュンと呼んでいいよ。ジュンカレーは神保町。この番組はただただカレー好きなおじさんたちがただただカレーを楽しく食べるという時間です。その名もそうタンドリーズです。汗かいて食べましょう。トゥトゥトゥルトゥタンドリーズ。これビニアビリヤーニって言うんだ。初めて。うわ、下の方もすごいわ。そうになってる。うわあ、うわすごい。うわありがとう。うわどうもありがとう。いただきます。すごい。これはうまくこれを切るんだね。炊き込みでしたっけ。炊き込み、ね、釜飯ビニアこの状態で、うん、インド風。うわすごい柔らかいよ。チキン。うわ見て、これはもうなんてことだ。飲んでます。もう早くないですか。飲んでないです。早い。もうあの時間という船は有限です。はい。カマンあのアービンかな。これジントニック2つ。ジントニック2つ。うん、あ、美味しそう。いただきます。うわすげえ。これはこれも手でいくんですか。向こうの方は。いやこれはスプーンだよね。これはスプーンでいくんですか。この釜飯はスプーンで。いただきます。わかりました。今お持ちします。ありがとうございます。これうまそう、ね、すげえ。うわ美味しい。これいってないな。手でいきましょう。うわあ、ありがとう。これよいしょよいしょ。ライスか。これはあ、そうか、そうか、そこはこう言ってね。あ、そういうことね。はい、はい、ありがとうございます。これすごいな。これヨーグルトかけようかな。かけた方が美味しい。かけた方が美味しいですね。あ、本当。はい、じゃあまずかける前を食べたから、次かけようっと。ミスターガーマン、かけるよ。自分でやるよ。自分でやるから。ミスターガーマン、自分でやるから。うわー、すごい。うん、これはまた油入れとくよ。ありがとうございます。カレー楽しんでますか。食べますね。めちゃめちゃ美味しい。いやすごい、すごいね。これ大倉君絶対知ってるだろうな。浩二知ってます。知ってると思う。はい、大倉さん来たことありますかね。うん、ちゃんと人の目を見て話してくださいよ。大倉君今話したです。すぐ下向いたら失礼じゃないですか。この店来たことありますかね。一度来ていただいてます。さすがチェック済みなわけですね。今日本当は来れなかったんですよ。はい、本当は来るはずだったんですよっていうのよ。本当は来るはずだったんですよ。その場合はこれはすごい年下やのに。僕はめちゃめちゃもう一杯慎重に来れ。さすが。わあ、これ美味しそうだな。はい、辛くない。めちゃくちゃ美味しい。あなたに驚いただけですよ。ああこれは美味しいな。いただきます。うん、ビリヤニ中でもあれですよね、日本アレンジですよね。これは結構そのままなんです。あっちのなんか普段っていうかその他の店のやつピラフっぽいやつが多いんですけど、なんか習ったやつがこの形だった。なんかインドの人の作ったビリヤニってなんか臭くて。本当ですか。臭いというか なんだろうあの食べた薬草みたいなのがなんか苦い。丸の内
なんかでとてもなんか自分の口に合うってことは日本アレンジというか、 あっちの料理が日本人の口に合うと思います。へえ、そうなんですね。これがビリヤニなんですね。初めて食べました。美味しいね、うん、本当に美味しいね。どんな味？あ、いや、どんな味？もうすんげーうまい。お待たせしました。すんげーうまいって微妙な味。なんだろう、いろいろ食べてるからあれやけど、この、まあ、スパイスはスパイスやね。こうスパイシー、うん、あとね、肉が食べれるってのが嬉しいですね。あ、僕、肉好きなんで。この味噌っぽい、日本的なちょっと味噌っぽい感じありますね。美味しい。アプラさんって大阪ですか？大阪です。大阪出身です。で、そんなこと知らずにずっと通ってたの？ワークショップに。大阪もほら東北と味噌の使い方違うでしょ。ああ。え？北と南の。そうそうそう、うん、そう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 、違う違う。北の人の、はい、あのまあ南の人の作った味噌汁は北の人には薄いって、はい、ああそれはあるっすね。言葉的にあの何だろう、海苔もちょっと違うっすね。海苔も違うっす。北の方が結構その移民が多いというか、移民っていうかあの全国的な移民あの、うん、土着の関西人は結構南の方が多いで、どんな味ってどんな味ってこれはこれでも美味しい以外に、うん、俺は次の言葉は何発していい、うん、なんか発していいってすんなら、うん、ジントニックもう一杯みたいな感じでもう飲めると、ガンガン飲める。これでも美味しい。でも確かに何が美味しいんだろう。このスパイシーな感じはでも飲みたくなるんですね。うん、おいしいね。理屈はないって言ったら、まあ番組には成り立たないから、まあ申し訳ないんですけど。どうですかこの、じゃあナッツあのカッシュナッツ具合どうですか。フレーズもなんか。ジュンさん。25歳としたら。ジュンさん、あの番組なんですけども。はい。はい。ジュンさん任せておけばいいかなと思って。ジュンさんおかわり。もう今おかりいっぱいいただきましたが、あんたについてもらいたくないってさっきから言ってるでしょ。ミスタージュン襲ってもらいたくないって。おかわり、おかわり、さわやか。私自分のペースで食べたいんだよ。いや本当に美味しいね。めちゃくちゃしみじみしちゃったよ。またこのナッツがいいんだよね。ナッツがもうまたねカリカリっといいね。うわこれだったら毎日買うたって全然私大丈夫よ。毎日はこれないですね。毎日カレーですよ。例えの話だよ。毎日カレー。え、どうしてインド料理に目覚めたんですか。はい、インド料理に。インド料理はですね、もともとサラリーマンやっていたんですね。12年間ぐらいサラリーマンやっていて、でいつか自分のお店持ちたいっていうのがあったんですけど。ちゃんと職人のできるお店を。あ、そうですね、はい。最初からカレーを。最初からはですね、カレーじゃなかったんです。1個前は本当はハンバーグだったんですけど、ハンバーグ。へー、そう、エアか。ただいろいろ勉強したらインド料理が結構チャンスがあるので。チャンス、なんでチャンスを。ビジネスチャンスが、なんで。ですね、カレー業界実はちょっとずつ右肩下がりになるんですね。実は、うん、でなぜかっていうというのをちょっと私が考えたのが、昼は混むんですよ大体カレー屋さんで。で夜混むお店があんま多くなかったんですね。そこにチャンス。はい。なんで夜こういう風なしっかりとした南インド料理出して飲めていただき、そうですね。え、でもカレー屋さんって本当に東京いっぱいあるじゃないですか。ありますね。ライバルだらけっていうのもありますでしょ。そうですね、ライバルだらけなんですけど、あんまり実は他のお店のことはあんま知らないんです。なんでもう習ってきたやつをそのまま出す。じゃあ相当の勇気が行ったでしょ。場所も含めて。そのエネルギーってすごいですね。そうだな。もうそれ一途の思いだけ。はい。一気に行きました。行くぞってやつ。はい。うわすごい。それで毎日行列なんてすごすぎる。すごいですね。硬
ったって感じですね。はい。ですよね。いやいや、なんか聞き取りづらいのよ。いやいや、もうちょっと嬉しいじゃないですか。どう、今ど、胴上げしましょうよ。ちょっと胴上げしましょうよ。胴上げですよ。だって2年やって、2年ちょいですね。はい。すごいですね。こんななかなかね、軌道に乗るってさ、はい、難しいですよね。これからもっともっとずっと続けていくわけですからね。続けていきたいですね。ね、またこの中に新メニューとかも増えてくるかもしれないですね。そう考えるとすごいな、無限の可能性がある。すごい。驚きました。すごいな。最高の時間です。カレーお悩み相談のコーナー。ヤッホー。ペンネームパクチー太郎。来たな、パクチー太郎。32歳。タンドリーズの皆さん、こんにちは。最近大倉さんを番組で見ないですが、大倉さんはタンドリーズを脱退されたのでしょうか。正直アービーさんの進行では不安になります。そしたら俺どうすんだよ。俺も脱退してもいいんだぜ。大倉さんは今忙しくて、そう、舞台の稽古中だし、そうですよ、ちょっと待ってスケジュールが合わないんです。それだけのことです。そんな心配する必要ないですけど、今日は僕はいつでも来ますんで。あ、アフラが変わるか。カレー食べたい。本当早く食べたいね。早く食べたい。そうですね、カレー食べたいですね。いろんな国のカレー食べたいよね。いろんな国のカレーを食べたい、ね、その甘いカレー食べてみたい。美味しいカレー。甘いカレーは俺はいい。いいですか。あ、美味しければいいけど、甘くても美味しいカレーだったらポケットに香辛料、ポケットがたくさん持っていきますね。いや、いいよ、俺ポケットにパクチーもらいたくない。じゃあみんなでカレーを食べに行こう。え、アービー歌う。ああ歌う。この気持ちを、カレーの歌、この気持ちを、はい、今日はもう、あの、もうか、この番組に感動、番組というか店主の心意気に感動したので、店主の心意気に、初の、初のジュースさんも交えて、なんか大合唱的な、こっちちょっとちょっと、おー、いや、勉強してきました。すごいじゃないですか。あの、もう、さっきのあのサントラをここに出してもらう感じで、僕はもうなんかもう適当、もう酔っ払ったエメロ歌んで、まあ寂しめると思って、パワープラー君にこういろいろかましてもらおうかな。そこから旅立つことはとても力があるよ。波風立てられること、嫌う人ばかりで、でも君はそれでいいの。楽がしたかっただけなの。僕を騙してもいいけど、自分はもう騙さないで。あれ、ごめん。騙さないでさよならから始まることがたくさんあるんだよ。本当のことが見えてるなら、その思いを僕に見せて。竹中さん、聞いてた、聞いてた。いや、うまかったっすね。めっちゃ美味しかった。わかること思う。ちょっと、今回のタンドリーズはここまでです。次回もタンドリーズの3人がどこかの街を訪れます。お楽しみに。カレーにカレーを食べて放つカレー趣味のブハってなって
てるっぽい。